皆さんこんにちは。今日はですね、私のゴリラ、いろいろカスタムしてですね、もう20年ぐらい、あんまり変わってないんですけど、後ろのブレーキですね、ディスクにしたんですけど、ずっと効かないままっていうか、効きが悪い状態。どのぐらい効きが悪いかって、一応こんな感じで自分でマスターシミだとこれね、つけてですね、やったんですけど、ここの比率とここのペダルの長さ、それがねちょっと大きすぎる、小さすぎる、小さすぎるのかな、これ ここね、だいたい7センチぐらいで、ここが30センチまでないんで28センチぐらい、ちょっと比率が悪いっていうか、もう少し下に本当はつければいいんですけど、ここの取り付け、これをいかにして取り付けるかっていうのは、自分でやったんで、みんなこのアルミとかこの辺、市販品じゃないんでうまくいかないんですよね、なかなかその辺の比率の調整が。で今回ですね、なんとか比率をもっと変えてですね、テコの原理を大きくしてブレーキの効きが良くなるように、思いっきり踏めばロックはするんですけど、ちょっとねフロントと比べると効きがすごく甘いっていうか、思いっきり踏まないと効かないんで、その辺をちょっと変えてみようと思います。一応足回りは NSRのやつのブレーキ全部使ってます。全部っていうか、よいしょ、 NSR の足回り、スイングアームの NSR と、ゴリラの2個1です。でフロントはそのまんま NSR をポン付けしたのかな、もう20年も前だから忘れちゃいました。はい、フロントも NSR のホイール、ブレーキ、ローターだけは変えてありますけど、はい、こんな感じで、20年ぐらい前にやったんで、あんまり詳しく覚えてないんですけど、20年ぶりくらいちょっといじくり回そうかなということで、ここちょっとなんかうまくブレーキ効くように改良しますね。ここにボルトの穴があるんですよね、なんだか知らないですけど、ここですね、2個。それと何を利用するかというと、あとこれをちょっとね、ここに、あとは L アングルでちょっとね、鉄材を使ってステを作ります。あとアームも作ります。はい、まずですね、ブレーキのレバー、ヘッバーですね、外しました。ちょっとこれ長いとね引っかかるんですよ。今までついてたのここ長いんですけど、これをちょっと短くします。2センチ近くカットしちゃいますね。ベルトサンダーですね。はい、カットしました。ちょっと短くなりすぎたかなっていう、大体でやったんですからね。はい、ベルトサンダー、これ静かでいいですね。なんていうんですか、パイプカッターみたいな、でっかいやつだと音でかいんですけど、これ音静かで結構早く切れるんで、中古で買ったんですけど結構いいですね。そう、こういう工作で、そんな感じですね。よっこらしょ、よっこっちゃでですね、一応これもう穴開けてネジ切っちゃったんですけど、
こう後でちょっと溶接したいなと思うんですけど、ちょっとまだね、あの溶接のちょっとガスがね、昨日注文したらね2週間ぐらいかかるって言われたんですよ。そんな感じなんで一回仮組みしてやりたいと思いますね。ちょこういう感じで、ね、ここにボルト通してますね。こういう感じですね。まあ、まだちょっとイメージつかめないと思うんですけど、これでこういう風にして、あとこここっち側のアームがこうアームをまあ作ったんですけど、じゃあこんな感じですね。これが車体の方についてですね、車体についてで ここが支点になって、こういうのか ここをこれが引っ張るんですね。ここにこう入ってですね、これちょっとあるんですけど、でここにマスターシリンダーのプッシュロッドがつくようになります。まあ、どのぐらい効くようになるかはこの長さとここの比率と、あとこことここの比率なんですよ。ここなんですよ。これがちょっとね、これでちょっと弱くなっちゃうかなと思うんですよね。まあ、実際やってみないと分かんないですけど、これで効きが甘いときは結局はここの支点を下げて、ここの長さを短くしないとちょっとまずいかなということで、一応この長さで一回やってみます。じゃあ仮組みしたいと思いますね。ペダルをつけちゃっていいのかな、つけます。してこれアングル切ってですね、アングル切ってここの穴に合うように穴開けてます。一回失敗しましたちょっとこんな感じですね。結構長めの、うん、使いますね。まあ、ここの穴なんで開いてるかよくわかんないですけど、去年あのバックステップとかつけてるのに使ったような気がするんですけど、私の場合バックステップにしたらちょっと乗りづらくなったんでやめたんですけど、はい、こんな感じですよね。これですね、これもなんかバイク用のブレーキの後ろのブレーキのねパーツなんですけど、こういうやつですね。これこうやってブレーキのドラムのところでカムを動かすやつなんですけど、そこのパーツですね。これをこうしてここで引っ張るということにしたいんですけどね。ここもね、こういう風に動かないといけないんですけど、まあ、誤差の範囲かなっていう甘い考えでやりたいと思います。こんな感じですね。ちょっと長いですよね、ボルトがね。まあ、こんな感じで、あとこれが
ここにつくと。ちょっとここは削らないとダメかな。はい、うわ、こういう感じで。ここを押すだけですね。これもっと伸ばしますね。はい、これは長すぎたんで、もっと短いやつを探します。難しい。あとちょっとここもね、広がらないようにしないと、結局広がって外れたんでは取り効かなくなりますんで、今こうフリーになってますけど、ここ厚さ決めてそれ以上広がらないように工夫したいと思います。はい。ちょっとここ伸ばしましたね。伸ばして、ここにピンを入れて、一応リンク。ちょっとね、ここがね、まだこう本締めしてない、本締めというか溶接してないんじゃないですけど、こんな感じでこう。ガタンですよね。ちょっとね、あの穴開けるドリルがね、ちょうどぴったんこのがなかったんですね。ここはうまく入れたんですけど、いろいろやったんですけど、これつけて、ここにこれつけて、こうリンクを作ってやったんですけども、リンクをいろいろ伸ばすと、その精度の問題でガタが出るんですね。ガタが出ると結局この踏み代が深くなっちゃうんですよ。そうするといっぱい踏まないとダメだっていうことで、あんまりいい結果にならなかったんで、ちょっと戻そうかと思います。戻すにあたって、ここを切ったんですよ。このレバーのところですね。レバーってこのもともとついてたところを切っちゃったんで、これを詰めてやればちょっと短くなって、結局ここのリーチがね、ここのリーチが短くなってブレーキが効きやすくなるっていう、それ単純なことに思いつきました。だ結局ここずっと詰めてたんですよ。このこれのなんていうんですか、この鉄板に当たるからっつってね、こう詰めてたの。こう伸ばしたら結構下に来たんですよ。下に来たところはこの支点に近くなったっていうことですよね。まあ、どのぐらい近くなったかっていうとですね、だいたい5センチぐらい、さっき7センチぐらいあったんですね。だから2センチ縮まったら、効きは結構改善するんじゃないかなと思いまして、とりあえずここを一回こう、これ、バラしちゃったんですね。バラしたつか切っちゃったんですけど、ここを溶接してみようかと思います。はい、溶接して、やっぱりシンプルイズベストですね。いろんなリンクをつけちゃったりすると、構造的に複雑になると、このバックラッシュっていうかガタが出て、やっぱりちょっと良くないっていうか、フィーリングが良くないって、ね、やっぱりダイレクトにこう伝わるっていうあれですね。でいろいろつけこういうのをつけちゃうとトラブルの原因にもなるんで、やっぱりやめたっていうことで、ちょっと方向転換です。いろいろやって、わかるんですね。ここで溶接しちゃいますね。ここだと、このぐらいで、いい感じなんですよ。うまく溶接できるかどうかですけど、電気溶接しか今ないんで。溶接します。はい。一応溶接して、と色も塗って、あとつけます。ここにグリスをつけます。
きに入れます。でリターンスプリングじゃないんですけど、ちょっとプランプのスプリングですね。入れます。ここにも一応グリス塗りますか。行ってくれ。行きました。こっちにスペースあってます。ポケットバリピンを入れます。ピンですね。いいっすね。効きそうだけで実際どうだ。でも結構短くなったんで引きは前よりは良くなるはずです。やっぱシンプルなのがいいですね。あまり変ないろいろ考えてやると難しくなるし、ガタも出るし、今回はこれで、はい、いいですね。まあ引きずってないですね。はい、そんな感じで、無事終わりました。こうですね。こういうシンプルだと壊れもしないし、いいですよね。じゃあ今日はこの辺で終了です。